皆さんこんにちは、ミヤクレです。ということで、今回もね、ペンギンの RPG 振りやっていきたいと思うんですけども、はい、今回もワイワイコロシアムです。はい。対戦相手は、ガチパの方です。はい。ちょっと、始まり方めっちゃ、なんかあれでしたけど、ちょっとね、はい、やりましょうと思う。いやー、メテータイセ強い。はい。いやー、まあまあ消えた。いや、でも2枚目より低い。いや、シンプル。相手はこれはちょっとどうだろう。でも言うていけるんじゃないかな。いやー、止まった。危ねえ。今怖かったっしょ。言うていけるんじゃないでしょう。相手、そうだね。最速、あ、ごめんか。ああ。いや、貫通はまあでも、なんとかいいか。で、信じる。よし。いや、でもなんか左から2番目の連敗に、ちょっと体力っぽいよな。これ止めてほしいな。なんか今回、で、復活2人いるね。ナイス。あ、でも言うて大丈夫かな、これ。いけるかもしれん。意外と、いけよ。反射がね、やめてほしいんですね、ですね。いや、反射見ろよ。あれ、反射なんだろう？何それだろ、反射。あれかな？あ、顔か。金箔の兜だっけ？あれか。ナイス。よし。うわ、反射すんの？あれ 100% じゃないと思うんだよな、反射。反射しっかりすんね。ナイスです。さあ、まあここまで来ればもう大丈夫でしょう。よし、行きます。よし、ナイス。まあ復活が2人いるんで、泣いてとりあえず楽だな。ナイス、それでの野菜人だけラグシュ持ってんのか、いって1個。おお、いいね。いけ、よし。反射が強い。うわ、いや、うわでもない。うわでもなかった。え、止まってよ。よし、です。いや、かわいく、かわいくんのかいて、なんかな。ナイスナイス。まあ、最大みたいなの止めるわけです。最大みたいなのって一応悪いけど、最大ね。よし、やっていく。まあこっちは迷い、なんかあれなんだよな、金の駒入れたいんだよね、こっちのパーティー。パーティーになんか金の駒入れたい気もする、ちょっとね。ちょっと考えるか、また。うわぁ。まあいい、どうしようかな。一応エンジェルつか。いや、金の子欲しいんだよね、ほんとに。よし。はい。よし。ナイス。番ねえか。はい、そうね。マジなんかなんだかんだ言って武蔵さんめっちゃ役に立ってって、なんかいいよね、この安定感。武蔵さん安定感ね。これ装備もいいんだよ、なんかめちゃくちゃなんかね、いいよね。なんかしっくりくるっていうか、いいね。
ナイス。いやーまあでも大差は大丈夫だよ。なんか状態上か攻めに対してあるんで。オッケー、もう3200強い。はい、というわけで大差ありがとうございました。ってな感じで今回こんな感じでおります。はい、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。